おお、ケルベロスカットイン。あなたの夫ハーデス、はい、こちらが導入されているということ で、ね、おお、二角、うん、まあ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 、おお、よしよしよし、うーん森店長森店長明らかにこっちの方が軽いですね。さあ4回目のゆるチャレです。でこのゆるチャレの振り分けも設定差があるようですね。で偶数設定ゆるテポネ選ばれやすく、奇数設定はややハーデスが選ばれやすいというところで見ると、他6ならこっちがもう6なんじゃないかなという気はしています。さあどうでしょうね。ここまでゆるチャレ3回中2回はジャッジメントに入れれてますが、3回目のジャッジメント当選チャンスです。ゲッ、うわー、これは厳しい。あ、復活あるのか。あ、おあるんじゃないか。おお、これは嬉しいパターンですね。なるほど、外れた後の復活パターンで、あのおなじみのコンボフリーズ演出ですね。ビールも動いてほしいですね。そうですね、ドックン、確かに。さあ、というわけで完全にこちらゆるせぽね偏ってますね。さあ、それでは3回目のジャッジメント参ります。ゆるせぽね、もう私400です。きついな。まあまあ煽られてるんですけどね。おお、ミッション喜べ、これなんでしょうね。まあ上乗せってことですよね。ミッションコンプリート10ゲーム、面白いな今の。セポネゴ、トミさんの代がそれで3回目ですかね。ゆるチャレ、集団でプレー、お、当たった、お、青でしたね。うん、よし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 、いった。あ、なんか急にこう、そうですね、動きが良くなってきたかも。あ、来ました、7高確率中。なるほど、ジャッジメント中もやっぱりこういったところに入れていってしっかり揃えていけば、しっかりゲーム数も獲得できるわけですね。出来上がり気だな。どうだ、あ、乗った乗った、今回調子いいですよ。これで上乗せが、お、20ゲームきたんで45ゲーム。さあ、初めて初期ゲームが100ゲーム超えれるかどうか。お、いった、これで初期ゲーム3桁になりますね。65ゲーム獲得です。まあまあ今回はどっちもちょっと期待したい AT ですよ。ラスト、ここまでか。まあでも今回は65ゲームの上乗せということで、初期ゲームが105ゲームとなります。
どっちが出せるか。なんかいいですね、今日初めて同じタイミングでコントラッシュになりました。確かにこれかっこいい、かっこいいですよね。まあ、大体 AT 中のジャッジメント突入率が約110分の1くらいですので、まあ、ここはね100ゲーム以上持ってスタートする AT しっかり乗せていきたい。なんだかんだもう終わりそうです。早い、はい、早い。まあまあ通常時間長い割には AT 中があっという間、さらっと。まあ順増は200枚超えましたんで、それなりにって感じなんですけど、消化ゲームで終わりには取れてますね。ポーそこもね弱いですね。今トミーさん終了画面タナトスだったじゃないですか、はい、それが設定1否定らしいですね。それが出たら2以上だよっていうことです。あ、なるほど、これでみたいな感じですけどね、今のところまだ、ね、1じゃないんかっていうぐらいですかね。ただゴッドシリーズで設定してたっていうのは珍しいですね。そうですね。よし、おー今度は早い、はい、こんな変初めてです。初めて、だいたい200超えてましたからね、ああグレーのまま。逆に熱いとかっていうパターンがあればいいですけどね。そうですね、最後も変わらずグレーのまま。お、お、そこは強いですよ。逆に熱いパターンですね。あ、これはあるぞ。グレーのまま、白のままの方が青よりいいのかもですね、それはありますね。いけるでしょう。よいしょ、あ、いった、早かった、早い当たりでしたね。105ゲーム間ジャッジメントはありませんでした。ああ終わったか。 おさあ232枚の獲得、まあ早い当たりなんでね、枚数取れてなくても収支的にはこっちの方がまだいいんですけど、終了画面こちらが偶数設定したということで、まあますます6の可能性が高くなったかなというところですね。おお、それは古い、それプレミア演出じゃないですか、まあ、確定演出じゃないですか。ですよね、懐かしいわ、もう懐かしか見たかったよその演出。これはいい、いいですね。ゲーム数にも期待したいですね、ちょっとね演出レアですから。おお、いった30ゲーム、30、今のは嬉しい、かっこいいですね。しかもゼロでしたからね。あ、もうラストで、お、中断機だな、ここも乗りますよ。お、何やこれ、一応体育のウルハーです。あ、期待度高い。あ、いいですよ、今回はトミさんの方が調子いい。おーしょーしょー、100ゲームいきましたね、初期ゲーム。ようやく高設定らしさが、そうですね、見え出した展開です。はい、バンバン当たるこっちの台は、これで初当たり5回目でございます。ゆるチャレ、あー、ゆるベロスか。ペルセポネの、あ、カットインがあるってことは多分ケルベロスとかもあるでしょうね、あの初代のパッドイン。緑ですね今回。ああ、でも一番下はない。
この中では一番弱いタックルが選ばれました。いけ、お、あーダメか、上がりました。あ、ね、初めて。こちらはジャッジメント一戦でした。正直言ってくださいね、はい、トミさん正直言ってくださいよ。エティ楽しいですか？楽しめてないですよね。いやっていうのもやっぱりハーデスの魅力って一つは確定役ですよね。紫七名誉揃いゴッドとで今回新たに追加されたエイティズガラ、はい、あとは通常時ヘルゾーンですね、チャンスゾーン。そのやっぱりハーデスの醍醐味となるところを一つも出せてないわけですよ。これはもうしょうがないと、うん、いくら高設定でもやっぱりポテンシャルを引き出せなかったら勝てないっていうのはまたハーデスの厳しいところでもあり、低設定でもそれらを引き出すことで大きなプラスが見込めるっていうメリットでもあるわけですから、やっぱりこのあたりが僕はハーデスの面白さだと思うんですね、はい、高設定だから勝てるとは限らないけれども低設定でも数千枚獲得できる可能性が十分あると、はい、だからもう高設定がバリバリ当たってガチガチでこうプラスが望める機会だったら低設定は多分勝負にならないと思うんですよね。そうですね。だから逆に高設定を打ってこれだけの展開しか残せていないということを僕はポジティブに捉えてますけどね。普段はだって5、6に座ることってまあ、別にないじゃないですか。圧倒的に低設定に座ることの方が多いと思うので、まあ、高設定でこれなら低設定むしろ楽しみだっていう確かにことは言えると思いますね。それはそうですね。とはいえこちらの台かなり安定してますけどね。確かに、まあ、初当たりが6でしょう、おそらくこっちがラスト。何もなしか、はい、あなたのワイフチャンス。いかないですね。うんですね。早っ。もうここ数回はほぼ100ゲーム以内でゆるチャレ行ってますね。6回目早いですね。やっぱり6は初当たりめちゃめちゃ軽いな。爪一番弱いやつだ。失敗。当たるでしょこれ。うん、早い。なんかすごい動きが良くなりましたね。そうですね。あ、当たりました。ダイヤ4連わずか10ゲームです。すごいな。めちゃめちゃ当たる。またセポの。これ分からなくなりましたよ。分からなくなりました。完全にこっちがね6っぽいって思ってましたけど、ねトミーさんの方も当たりはだいぶ追い上げてます。さあゆるチャレこちらは7回目の当選になりますね。これがありがとうございます。調子いいですね。そうですね。さあこちらも負けじと参ります。20ゲームですゆるチャレ終わって。セボネ、あ、お散歩中だ。そういうパターンもあるんだ。今ゆるベロスを散歩中ということでもう当たった時点でゆるセプレ以上でした。お、おい、なんでしょう。おいい演出。順調ですね。はい、ラスト。いい、終わってしまった。失敗。おお、すごい。またゼロで。さっきも100ゲームスタートでしたけどちょっと良くなってきましたね。良くなってきました。
ラスト。おお、またラストで、すごい。これでまた今すごい80ゲームか、初期ゲーム。よーラストで持ってきますね。ですね。あー40か。おー46ゲーム。早いな。バリバリ当たる。こんな当たってくれるんだ。これが6で間違いないだろうな。ただ今3連続かな、ゆるチャレ失敗。もうこれ以上は失敗したくない。いやー、ここが突破できませんね。終わり。おー、これ、まあ、多分6だけど、こんな当たるんだったらめちゃめちゃ楽しいですよ。お金かかんないもん。さあまたか。ちょっとゆるメロス多すぎじゃない。振り分け的にね、ハーデスが選ばれないのはしょうがないけど、ちょっとここまでゆるメロスに例えてしまうと、せっかくの当たりもなかなかジャッジメントにたどり着けない。うん、緑か。おお、でも今回は炎ブレスが選ばれました。さあ頼む。ここはいった、当たりはポンポン引いてましたけど、久しぶりのジャッジメントのような気がします。行きましょうかね。あ、ゆるセポネ出てきた。頑張ろうぜゆるセポネ。あー、トミさん、あ、偶数示唆ですよね。おい、これで分かんなくなりましたよ。ですね。ただ圧倒的にこっちの方が当ててますし、あ、多分こっちだろうな。あとちょっと時間の方もね迫ってますね。最後僕がしっかり、あの、これがハーデスですっていう、あの、ゴッドラッシュ、そうですね、見せますんで、はい、見とってくださいね。こんなこと言って大丈夫かな。お、いきなり7揃いのチャンス。仁鶴幸先いいよ。お、50いった。一発で50乗りました。でけえ。でかいな。7揃いはね、ゲーム数も優遇されるようですね。チャンス目、ここも乗ってくれるんじゃないか。チャンス目中断チェリーほぼ乗るでしょう。はい、レインボーに一瞬見えたけど、ジャッジメントストックしましたよ今。おお、ジャッジメントストックすることあるんですね。すごい。ああー、これか、気づいてなかった。なるほど。いや、これ今70乗せてジャッジメントストックしましたんで、まあまあこの AT は強いと思いますよ。いや、伸ばさないかんでしょ、ここは。まだまだケッ、乗せまくれ、思い出せ。ほら、はい、ジャッジメント2つ目のストックです。で、ゲーム数80ゲーム。まあやっぱハーデスといえばジャッジメントですから、まあトミーさん、これがあなたの夫ハーデスのジャッジメントです。まあこういうことはね、よくあると思いますので、こういう上乗せができれば1日1000枚2000枚も十分見えてきますよということですね。まあなんかこういきなりね、僕ばっかりこう当ててちょっと悪いなと思ってたんですけど、そろそろ見せ場がないとなと思いまして。あ、チャンス目。さあここも上乗せになるでしょうか。ないか。確定じゃないんですよね、チャンス目も上乗せは。ラスト、はい、
まずは80ゲームの獲得です。まずはそしてストック2つあります。ジャッジメントその1つ目、ここはユルベロス、なんと5ゲーム上の手なし。あと1個あります。ユルベロスか、5ゲームはやめてね。いや、ユルベロスのジャッジメントやっぱ難しいな。5ゲーム今日2回出してますけど、そう簡単に乗ってくれてませんね。さあラスト1ゲームです。そっちか、揃え、ラスト、おお、ケルベロスカットイン、ケルベロスカットインいただきました。おわ、55ゲームですよ。これでこれで初期ゲームがもう180ゲームですもんね、まあ、さらにここあれリプレイ、ジャッジメントストックしちゃうかも。またえ紫7、ああでもこれか、ジャッジメントストックです。すごいすごい。いやだからゲーム数だけじゃないんですよね。こういう風にリプレイも重ねていけたらめちゃめちゃ楽しいですよっていうのがね、今回のあなたのオッドハーデスの、まあ、面白い部分の一つじゃないですかね。あ、なるほど、そうやって出すんだなっていうのはちょっと見えましたよね、これでね。ここでラストです。ただジャッジメントがまだありますと。ここは65ゲームしっかり乗せれました、ユルベロス。ジャッジメントこれで4つ目ですね。ここもユルベロス。さあ5ゲーム乗せれれば初期ゲームが200ゲームということになります。ここからあと5ゲーム乗せれればラストです。どうだ、あー乗せれなかったか。というわけで、今回初期ゲームの方が195ゲームのオットラッシュとなります。あーいいですね、195ゲーム大きいですね。大きいですね、今日一番の初期ゲーム数ですし、まあ、これだけあれば消化中のジャッジメントにももちろん期待できますし、まあ、ある程度ね獲得枚数も伸びていくんじゃないかと思います。だから早めにこれぐらいの AT を消化できれば、あとは持ちメダルで余裕持ってね通常ゲームを追っていけますよね。またセポネ多いですね。あれどっちが6か分かんなくはなってきた。よしいったろう。はい、よしお見事。さあ今日は何度も言ってるこの高確率ね、そろそろ生かしたいよ。おーし、おーゼロが多いですよね。そうですね、演出を最後で見せてるパターンもあるのかな。 ST タイプなので、まあ、ゼロの方が枚数的にはお得なんですよね、いいですね。やっとなんかここに来てらしくなってきましたね。楽しめるようになってきましたね。おおい、まあ、この辺りのジャッジメントの流れを見ると、あ割と今回のハーデスも面白そうだなと思っていただける方いらっしゃるんじゃないですかね。
またゼロ。本当だ。はあ、そしてまた初期ゲームも100ゲーム近づいてきましたね。本当にようやく兆しが見えてきたというところで、はい、やっぱり旋回ちょっとぐらいで良し悪しの判断が難しいということですよね。そうですね。だからまあやっぱりそのジャッジメントを 2,3 回迎えないと分からないかもしれないですね。さあジャッジメントチャンス、リプレイ、おーリプレイ、ジャッジメントのストックです。あ、リプレイ5連させたんでもう1個ジャッジメントストックした。この AT 中よジャッジメントストックしますね。2つきますジャッジメントが。あー、ここも5ゲーム、もう1個。まあ、やっぱり1回のジャッジメントでいきなり3桁ドーンというのは難しいんですけれども、まあ、こうやってジャッジメントを刻む可能性があるので1回のジャッジメントの平均ワノスが数字ゲームでも十分戦えますよね、これは。まあ、さらに今日は引けてないですけど Go to Hell っていう、まあ、最上位のこうジャッジメントがありまして、まあ、そこではゲーム数プラスジャッジメントのストック抽選同時にこうやっていきますんで、まあ、そのあたり絡んでくるとかなり強烈っていうことが分かりますよ ね。どう両方とも5ゲーム、結局2つジャッジメント獲得して乗せれたのは10ゲームのみ。富美さんの方は309枚、ここも一応偶数設定した。おーい、そっちが6なのかな。お、チャンス目。そう、リップ4連じゃなくてもチャンス目も宝石なんで、まあ、そこもね有効っていうのがいいじゃないですか。さあどうだ、チャンス目からよし、残り32ゲームでここはレアFからのジャッジメントでした。ユルベロスが下手くそすぎるんでユルセポネカハーですね。ユルベロス相変わらず、ユルベロスは乗せれないな。だからユルベロスとユルセポネで上乗せてるのが全然違うような気もします。ここも5ゲーム、ご覧いただいている通りほとんど5ゲームです。僕はユルベロスで、ただユルセポネだと一気にね数十ゲームから100ゲーム近い上乗せもありましたので、さあ一撃1000枚まではあと100枚というところまで来てるんですけれども、残りゲーム数これで1ゲームです。あなたのワイフチャンス成功なら一撃1000枚の可能性があります。はい、んラストゼロで終わらないということは、あ、ここで終わるか。はい、いけ。おお、はい、というわけで獲得枚数の方は1000枚には届きませんでしたが892枚。まあちょっと AT 中はね下手くそだったのかあまり伸ばせず、ただジャッジメントをね結構消化できたので楽しい AT だったと思います。偶数設定したんですね。はい、はい、そして終了画面は先ほどは偶数設定した、ここも偶数設定したと。あー、もう間違いないんかな。まあ5か6かって言われたらこっちが6なんじゃないかなと思います。はい、というわけで時間となりましたので、実践の方はここで終了したいと思います。ありがとうございました。実践終了です。お疲れ様でした。いやー、今回初めて、はい、あなたの夫派です実践させていただきました。で、まあ、設定5と6と
という台だったんですが、ですね、最後まで結局どっちが6でどっちが5か分からないまま打ってましたと。というわけでまずは答え合わせの方ですねしていきたいと思うんですが、はい、予想はトミーさんご自身が打たれていた台の設定は何でしょうか。私がやっぱ打ってたのはもう紛れもなく、はい、5じゃないでしょうか。紛れもなく5ってことはよっぽどの自信ですね。そうですね。で僕は設定6なんじゃないかなって思ってます。いやもう横で見ても、はい、もうそう思いますよね、はい、終了画面も割とこう偶数設定した出てましたし、はい、でゆるチャレも最初の方はねゆるセポネが結構選ばれてましたし、まあ何より当たりが圧倒的に僕の方が多かったので、はい、まあいろいろ考えれば5か6かと言われれば僕が6かなと思うんですが、はい、設定を知っているのは森店長だけなんですよ。森店長お願いします。はい、ああどうぞこちらに、どうぞこちらに。というわけで我々が打っていただいて、わかりますよね設定は。もちろん、はい、じゃあ教えていただいていいですか。まずトミーさんが打っていただいの設定は、はい、5です。よーし、おー正解です。ってことは私さんが打っていただいの設定が6です。ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。そうだったんですね。いや、やっぱり6は甘いなっていう感じがしました。でまあ、実際今日はしっかり台の方も動いてたんですけど、グラフを見ると結構まあ1000枚2000枚のこの上下の激しい台だなと思ったんですけど、打ってみたら割と穏やかというか、うん、コンスタントに当たり引ける台なので、これ結構甘そうですよね。高設定は入れちゃうとって感じですかね。6使っちゃうとですね、そうですよね。あと、まあ、まだ導入して間もないと思うんですけれども、はい、枚数的にも6000枚とか5000枚とか結構出てましたけど、実際その低設定でもこう出ちゃうみたいなこともやっぱあったんですか。ありますね。 ありますか。やっぱり、まあ見てみるとやっぱり AT 中のジャッジメントのストックとかね、ジャッジメントのやっぱ上乗せ次第では低設定でも十分こう上振れが考えられるので、まあ積極的に攻めていい6号機かなと思いましたし、実際この設定と分かっててもある程度回さないとやっぱり分からないですよね。ちょっと厳しい時間もやっぱりあるので、あ、まあハーデスに関してはできるだけこうじっくり勝負したいなという方は早めに諦めずに、ちょっと長い時間 ね粘ってみて判断するということが大事かなと思いました。はい、というわけで今回ねあなたの夫ハーデスを実践させていただきましたが、はい、これからねキコーナさんにおいても稼働がどうか上がっていくことを願って、僕も積極的にねハーデス好きなんで打っていきたいと思います。さあ、そして、まあ、こちらの配信が9月末ということで、ちょっと10月のお知らせをさせていただきたいんですが、トミーさん、はい、何やらパチンコの人気機種増大されたみたいですけど、そうですね、さらに増大を考えられてるとか。はい、もう10月もそうですし、ずっとこの月ごとでちょっとずつちょっとずつ増やしちゃおうかななんて思ってまして。好きですね。もう大好きですもんね、はい、何の機種か分かります。そうなんです、パチンコ大工の源さん超伊田店がこちら貴重な加古川店さんはなんと10月も増大予定となっておりますので、まあ今ね人気が高くてなかなかこう他のお店に行っても埋まってて打てないっていうことが結構あるんですよ。ただしっかりこちらね台数用意してありますので、大工の源さん超伊田店、朝から打ちたいな、いや夕方からでも打てる店ないかなと思われている方、お近くの方、ぜひ貴重な加古川店さん覗いてみてください。そしてもちろん今日紹介したあなたの夫はハーデスもそうなんですが、スロットコーナーもね積極的に最新機種導入されておりますので、10月の貴重な加古川店にもどうぞご注目くださいませ。それでは本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。